はい、こんにちは。栃木のたけしのお嬢です。3月2日にね、栃木県地方は、雨に混じってね、黄砂が降りました。で、結構ね、あちこち、これ車わかりますかね、ボツボツになっちゃいました。ボツボツになってますよね。これは黄砂の影響らしいです。で、今日ね、嫁から電話があって、車がひどいことになってるよっていうことでね、今日午前中かな、来る予定だったんですが、急遽中止になりましてね、なんか予定が入ったそうで、中止になったんですけどね、結構黄砂、上の川だけじゃなくてね、宇都宮の方も黄砂が降ったらしいです。時間的にはね、3月2日の午後3時から3時半ぐらいの間ですね。量的には大したことなかったんですけどね、パラパラパラと降ってきてね、結構汚れてしまいました。自分もね、ちょうどその時に確定申告行ってきてね、確定申告役場の中に入る前はね、綺麗だったんですけど、出てきたらあれ何これって感じでね、車がもうブツブツになってましたね。今日あたり多分ね、宇佐美の洗車機はね、すごい混雑になってんじゃないかなと思います。で、この車はね、明日3月6日にね、車検に出してしまいますので、このまま洗わないでね、いとこんとこがごめん汚れたままだよって、まあ、断ってね、置いてきちゃおうかなと思ってますけど、明日の午前中に車検に入れる予定です。はい、まあね、こればっかりはね、犯人が誰ってのことじゃないんでね、自然現象なんでしょうがないんですけど、多分ね、路中の車はえらいことになってると思います。はい、以上です。